ヤガチャガチャンネルは。はい、というわけで、というわけでね、はい、ディスコードのラグが結構あるね。いや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 、いつ反応していいか分かんなくて。あ、なるほどね。なんか今俺一人ぼっちの気持ちですごい寂しかった。喋るのかなって、喋るのかなって思ってた。そう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 。なんかね、今すごい、どうすんだろうね。そう、今なんかすごいしゃんぼりした気持ちってなんか言いそうになった。シャンボリーしよう。というわけで、はい、まあまあ全員今回村は違うわけですけども、一つのセーブデータに集まってる状況ですと。うん、で、はい、ここから、状況的にはストーリー と、ダンジョンインサートは一緒に見て、冒険が始まったらおのおのが何おのおののゲームを頑張るみたいな感じで運用していくので、2人ともよろしくね。お願いします。はい、ちゃんと説明は見た？あのステルスキンさんからいろいろ教えてもらった？おー、はい、うん、あのミルラの雫が2年ごとにしか取れないとかいろいろ聞いた？なんか聞いた。ああ、じゃあいいや。聞いたか覚えてるかは別。うるせえよ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 。仲良くしようぜ。というわけでね、とりあえずなんだけど、ちょっとイベントを起こしていこうかなと思うんだけど、あれもしかしてイベント起きないかな。あのね、若干ランダムというか、そのこのゲームイベントが起きる条件がよく分かんない感じになってるんですよ。あ、来た、うん、はい、生き姫ガネの港ってなんだよ。見えたが。すげえうろちょろしたけど、これってこのまま放置してればいい？見てればいい？あ、そう、あの一緒に見る感じで、ここは一緒になんかリアクションだけできればいいのかなって感じ。追いかけられてる。あんなに追いかけることないじゃん。終わった。日記に書き留めるの、そんなこと。なんか追いかけられてた。ちょっと日記はちょっと俺ちゃんと読むね。はい、ね、あの日記もね、ちょっとこのゲーム、今のでどんな日記書いた。楽しみだよね、逆に。魔物を追って食事が終わり、さて出発しようという頃、魔物を追ってリルティの一団が走り抜けていった。あれは多分マール峠の村の人たちだ。マール峠では古くから火事が盛んだから、その材料探しでもしていたのだろう。だって。は、あ、なるほど。結構かけてんな。ね、あのちゃんとあの何、うん、あの追いかけ合ってるだけの状態からそれだけのこと察したっていうのは結構優秀だよね。優秀だよね。優秀。じゃあまあ早速あの初めてのね。早速ね。うるせえよ。ね、あの行っていこうと思うので、初めてのダンジョンはリバーベルガイドですね。はい、で、まあまあこれみんなと冒険っていう感じで、こちらからもちろん招待をかけていくんだけど、はい、実はこのファイナルファンタジークリスタルクロニクルって、あの一個一個のダンジョンに入るとちょっとしたなんかね、インサートが入るので、そのインサートはちょっと一緒に見たいなと思ってるんですよ。はい、インサート。そう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 。なんで、あのね、これがなんか FFCC のいいところみたいなところだったりするので、この街道沿いの美しい川には高二が住んでいると誰かが言った。はい、だけど、そうね、相槌使うよ。見た人は誰もいない。いたよ、高二が、高二いる。あれ、高二じゃん。人はこう教えてくれた。雰囲気か。高二を見かけたら最後、これ必ず奴らに食われてしまうからだと。あー、なんか怪談じみてんな。そんな話は昔の話。人々は高二の住むこの街道を通らず、新しい街道を通るようになった。ん、古い街道を通るのは今となっては私たちクリスタルキャラバンのみ。なんで新しい方通っちゃいけないの？あのそのミルラの雫っていうのを得るためのあのやつは、その要はこの旧道じゃなくて、その新しい方の道にないわけよ。だから通っていかなきゃいけないですね、みたいな。でね、ね、もしかしたらね、私マルチプレイとしたつもりがマルチプレイになってない恐れがあるから。おめでとう、シングルプレイだね。ねえ、これは完全なシンプル。見るだけかな。よろしくお願いします。頑張ってください。待って。3人でみんなで遊ぼうよっていう動画じゃん。3人でみんなで遊ぼうよっていう動画じゃん。あの、ずっと頼んだけどさ、付き合ってよ。俺絶対俺マルチプレイって押したつもりなんだけど、ね。というわけで、
そしたらまあ、全員が、しっかりと、何そのマップにいるところからね続き見ていきましょう。あ、太郎が先に来た。あれ本当だ。北海道からの参戦はちょっと遅いんでね。ちょっと待ってもらっていいですか。北海道遠いよな。遠いよな。オッケー、もう使うよ。はい、大丈夫。北海道は遅れてるあたりから使うからね。やめろ。で、基本的に、このゲームってこの準備のところで Y ボタンを押して戦うとか守るのところに、例えばだけどご飯とかセットするとか、そういうことを先にやっておいて、ちょっと冒険を円滑にしていくみたいな。でもあんまり最初だからね、何も持ってないんで。まあ、特に持ってないから準備 OK でいいと思うけどね。持ってないんで。いいですよ、いいですよ。アイテムはよくわからないので。このゲームの醍醐味なんだけど、今リングがあるじゃない。リング、周りに青いリングみたいのが出てるでしょ。ええ、ここから外に出れないのよ。 あ、ほんとだ。ダメージ食らっちゃうのよ。帰っておいで。あ、正気。そう、死ぬ。だから3人プレイの場合は誰かがこの、クリスタルケージをちゃんと持ってかなきゃいけない。はあ。ほら、ここの看板調べてみるといいこと書いてあるよ。いやー、動かないね。右遠回り、左近くないっていう。どっち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 も遠いじゃん。だからどっちか好きな方向選んでもらって、そっち側にみんなで行きましょうかみたいな。左ね。あ、じゃあ分かりました、左ですね。あ、近くないの方ね。あ、ゴブリン。だからこうやって持ってる人っていうのはアイテムの回収とで、このゲームアイテムはみんな別々みたい。これ何？へえ。これどうするの？これ何？これ、あ、フェニックスの持ってると。待って、ちゃんと変な中に集まろうみんな。はい、来てますが。フェニックスじゃない。行けなかった。フェニックスのは蘇生アイテム。持ってると自分が生き返るし、人のことを生き返らせることもできる。うんうん。で、この回、あの魔法アイテムは誰も死んでないから。そう、はいはいはい、この魔法アイテムは一人しか共有できない。ファイヤー。だからまあ、だって拾うの？B で、今ここにさっきの拾わなかった。で、それを取って、で、それをそこの上側にセットしてあげると、この台みたいになるでしょ、左上に。そこにセット、そこで B 離すと、あ、もう一回 B 押すとカチャーンっつって、おお。それっつってる間に石投げられてたけどね。で、溜め時間はあるものの MP はないから、お魚。お魚。例えば今俺がケアル持ってるから、俺がこうやってケアル唱えてるなと思ったら、この輪っかの中に入ってもらって、ってやるとこうやってみんなでケアルができる。おー、そうなんだ。そうそう、こんな感じ。大変だな。そうだね、ちょっと難しいね。協調性が超ためさめ。これ何？それはね、壺でね、おそらくだけど中にオイルが入ってるから、その上にファイヤーとか打つと、火が燃え広がる、はい。で、ちょっとでかい強いやつが出てきたから気をつけてね。うわー、当たるわ当たるわ、みんな当たるわ。あ、これ。あ、油の効果をみんなが受けちゃう。燃えてる。すまんな。うわっ。おで、またそのね、左上にサンダー落ちてるから、誰かサンダー取りに行って、えで、その右側のところにセットしてあげると、上のゲート開くよみたいな。サンダーガガン。サンダーって何？魔法。あ、ごめん、レイズだわ。レイズだった。レイズってレイズはね、蘇生する魔法。そうだよね。あ、さ、レーサーパンダみたいな。いる。殺せ。ミトタロさん強いな。やっぱ火力キャラだからね。あ、サンダーだ。そう、リルティが火力キャラだから。サンダー。そうそう、だから逆に言うと、こうやってマップがあるときに、真ん中でリング持ってる人、あ、真ん中でケージ持ってる人にみんなついてかざるを得なくなる、ゲーム的には。なるほど。で、ついてこないとすぐ ね、お金拾ってる。だから違う。声かけ合ってこね。声かけ合ってこ。あ、金。あ、なんか強そう。まだ持ってない。タロちゃん。ああ。ちょっと待ってね。待って。レイズがある。そうだね。だからレイズで蘇生できると。そう。これは役に立ってるのでは。そう。そういう感じ、そういう感じ。なるほどな。どう拾った。そう、これは武器とか作るのに使うね。で、宝箱あるよ。そう、 B で開けられる。で、それはレシピだね。銅の兜。そう、レシピを拾っていくことで作れる装備品のバリエーションが広がったりする。みんな作れるんだ、そういうのが。そう
ただ例えばだけどリルティだったらや、槍とかクラバットだったら剣とかっていう感じで武器が違ったりするから。なるほどね。だからあのちゃんと自分に向いてるアイテムじゃないと意味がなかったりとかね。うんうんうん。またレシピだ。それがあれ持って歩かなきゃいけないやつ。お前話聞いてた？今さらクリスタルケージで見てこれ何って言えるお前。このツールの記憶がないと見た。取ってない。取ってない。行きましょう行きましょう。何かありました？多分なんか宝箱にあったレシピを取ってなかったんだろうね。ああなるほどね。取ってない。あれね、あのこのゲームあの思ってる以上に声かけ合っていかないとあのクリスタルケージ持ってる人に話されてって死ぬってあのザラだからね。なるほどな。しっかり連携してこうね。正気に殺されるんだよ。そう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 。あこっちか。でこれ上のところ宝箱いける。思ったよりみんな密ですねこれね。そうですね。どうしてもねこの中にいなきゃいけないんでね。うん。密です。で例えばだけどさっきともしで言うとさレーズ拾ってるじゃない。はい、うん、で今レーズすでに持ってるから例えばだけどそのレーズ誰かに回しといてあの蘇生役お願いするとか、うん、要は自分がダメだった時の回すっていうのはどう？あのアイテムのところからなんだっけ、あこれ置けなかったっけ、あ置けないんだっけ、あげらんねえか、違うな、アイテムからあのアイテム欄から自分が持ってるアイテム置けるから、アイテム欄って Y をして、はい、で、その状態であの上のメニューコマンドリストになってるところ L とか R でタブが切り替えられて変わらないんですよね。ね今多分カーソルが真ん中 の、 あの戦うとか守るに来ちゃってるから一回 B をして、はい、あれだったら俺の画面見たら分かりやすいかもしれない、もともとフェニックスのとかケアルが選べる状態になっちゃってるから一回 B を押すと、うんうんうん、上に LR が出てて、でここからアイテム欄とかに行ける。あのねこれはね、はい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 、先言っとくけどクソ UI。 これははっきり言うクソ UI。 なるほどなるほど、うん、方向キーで動かせてもよかったんじゃねえのかなっていう。で大きいやつだから気をつけてこうね。でっかいのがみんな気をつけて。あ間違えちゃった。みんな気をつけて、むしろお前がやれよ。お前そういう種族だよ。危ねえ。もうありがてえ。これ何妹。あ持っちゃった。あじゃあもうあなたが持って進んで。あ待って。あいや待って。あのなんかいろ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 まだなんかあるから。うんうん。よし。よしよしよし。そこっちの画面はね誰がアイテム取ってるとかが分かんないからね。うんうんうん。だ基本的にはケージ持ってる人はあれかな、ケージの運用するけど戦闘した時にはそれっぽいところに行ってそれっぽいところから戦闘に参加するみたいな。あーあああブリザードだ、ブリザードがいいな、ブリザードがいいな、ブリザードがいいな、よいしょ。ちょっと本当にクソ UI じゃない、ちょっと待って、ちょっと待ってくれる。本当にゴミか。あのね、なんだろう、これね、リメイク最大の汚点のレベルだと思う。本当にありえへんねんけど。なんか一回わざわざ、イエス。タカスクリニック。で、まあそこに看板があって。モーグリのお家が右。で、左は昔の街道行き止まり。じゃあ右だね。じゃあ右行きましょう。なんで出るの？でさらにここに看板があって右がモーグリのうちで左がとっても危険クポ、とっても危険クポで、それは本当に説明聞いたか、ねえ説明聞いてないだろお前、お前正気ストリームのホットスポットの話聞いてない。あの この今クリスタルケージっていうのがああ、ね、無属性になってるんだけどこうすると水属性になるっていう。あでモーグリのお家行かないの、こっちよ。ミダタロさっきの挑戦ねえな。ほんとミダタロやべえな。あでここにねモーグリがいるのでキャラバンの人クポとか何もお構いできないクポ、ねえかわいい。で例えばだけどこのゲームっていうのは年単位でゲームが進んでいくんですよ。うんうん、引っ越ししてきたばかりだからって言ってるから、例えばだけどちょっと時間が経過した後だと何か変わるかもしれないわけだよね。あーなるほどね。そういうところで言うとそうまた2年目3年目に行くと面白いよねみたいな。
はぁー、いう感じにもなっております。でもずっとここに住んでる保証はなくない？いやまあ確かになそうなんじゃけどな、転居まで想定して考えなきゃいけないのこっちは。でも1年はいてほしい、うん、あれじゃ家賃更新で言ったら2年いるんじゃない？そうだよ、うん、2年かな。さあというわけでございまして、初めてのボス戦ですよ。あ、頑張りますね。でそれぞれのマップのところ死にかけてたが正気から出るからでしょ。ほらもう目の前にね木があるんだけど、その手前にはこうやって滝があって、渡っていって虹だ。そうミルラの雫が欲しいんだけどってとこだね。んー、何が面白いんだよ何笑ってんの？あの木綾波霊って言われてるからねあ、そうなんだ、綾波霊。髪型が綾波霊なジャイアントクラブえ、キモくない？で、想定よりキモいんだけど。あの剣欲しい。はい、というわけで戦闘入っていくよ。あの剣くれる？くれる？その剣正気の中に入ってからね。あ、間違えちゃった。あ、違う、ブリザードじゃないな、こいつ絶対サンダーだな。だ、ね、サンダーだね。にゃー、だからこっち、だから俺は基本的に今回でいうと回復役メインでやっていくから、2人で頑張って倒す感じ。いけ、そんなの、攻撃そんなの初心者無理のかな太郎がすげえ動くからキアル入んね。よいしょ、当たってる当たってる当たってる。あとはあれね、長押しでできる必殺技なんかも強いからね。あ、そんな話あったな。そう、リルティの必殺技は相当威力高いから。これどこに判定あるの？あ、結構足のなんか足の下とかそこら辺は全部判定入る。当たってる感じが全然ないな。今タロちゃん入ってるのがスローっていう行動が遅くなっちゃうやつだね。あ、なんかヤバいの来てる。めっちゃ遅い。スロー。そう、それがスローだね。そうだから隙を見ながら攻撃しながら進めていくよ。そんな上手にできない。当たらない。だって必殺技使うんだっけ？戦うの状態で長押し。なんか攻撃できなくなっちゃう。戦うじゃないんじゃない今左上。LR して戦うじゃない状態なんじゃない左上、うん、自分の選んでるコマンド戦うになってる。ほら守るじゃねえか。守ってた守ってた、己守ってた。このゲーム全部 A ボタンで対処することになるから、パニックったらとりあえず左上を見てちゃんと自分の選んでるコマンドが間違ってないかを確認すれば大丈夫。おっと、黙っちゃう黙っちゃう実況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 届かん。あー、ただそこ届かないな。あんまりひよっててもダメだな。そうだから、あくまでクリスタルの中央にしかいられないっていうのがね、結構ポイントになってくる。なんで守るになっちゃうの？エルカール押してるからだよみんな頑張れ。押した覚えはないんだ。頑張ってる。いいよいいよ。ちょっと、ちょっと前に上がるよ前に上がるよ前に上がるよ。殻が壊れて素早さが上がってるから。スロー、わさわさしてる、わさわさ。どうしたの、わさわさ。当たんない攻撃が。待って、守るになってる強く守るんだから。お前のジョイコン LR ぶっ壊れてんじゃねえのあ、やばい。あ、待って待って待って。おいおい、このカニがあーやばい、このカニがサンダーでスロースロー入りたくないな。タロちゃんちょっと一回下がろっか。あのケアル打つから。あいよ。そう、あのケアル俺が打ったらケアルの光の中に入れば回復するから。いてぇ、なんだ、なんだ。よいしょ、もうちょっとだよみんな。オッケー、いやーすげーやったこんなに下手くそなことある？カニがこのカニがワイワイガヤガヤ感すごいんじゃないこれ。楽しいよ、ね、下手くそだけど。綾波霊、綾波霊本当だ、綾波霊だ本当ね、多分ね、いろんな配信者さんも言ってるね、綾波霊って。そうだね。で、このミルラのクリスタルケージの中にミルラの雫が入れてもらって、それを村に持って帰ることで村の輝きを失わせないことができると。へえ。来たら足りないんじゃないの？あ、大丈夫。お前らうちのキャラバンの手伝いってことになってるから、お前らは入れらんねえから。あ、はい。うん。
今俺のクリスタルケージには液体入ってるけど、お前らのところには雫一滴も入ってねえから大丈夫、俺しか来てねえから、足りる足りる。その多分ね、三田太郎さんが言ってるのはね、他のキャラバンの人、うん、八神の世界のキャラバンの人が、まあ、まあそういうやつらも潰していけば、デルクイは撃つ、潰していけば何を言っているんだ、デルクイはガンガン撃っていくしかないよね、急に嫌な話になった。で、クリアするたんびにお手紙が届けられるんですけど、これホストの方だけです。はあ、これ本当はね、ゲームキューブ時代はみんな同時にできたんだけど、これ今回のマルチプレイの仕様ではこれないんですよね。なるほど。ねえ、だって来たくせになかったくこって言われた。ね、でまあまあ、お手紙が我らの希望たち元気にしておるかね、辛いこともあるだろう、くじけそうなこともあるだろう、そんな時に思い出してほしい、キャラバンは村の皆にとって希望そのものなんだと、はい、旅の安全を祈ってるローランよりって私のお父さんから手紙が来たので、はい、ありがとうって私は返しておきます。あ、なるほどね。よいしょ。でこれでいいえっつったらね、もこれでモーグリに手紙を預けて頼んだよ。いいクポ、本当に帰るクポ。よろしく。バイバイ。かわいい。で、実はステージ始まるときにボーナス条件っていうのが出てました、皆さん。え？画面の上にボーナス条件というのが出てました。いっぱいもらった。で、今これ私、あとトモシが1位で太郎が2番で俺が3番でしたよね。ほう。で、今このダンジョンでアーティファクトっていうのを拾ったんですよ。パラメーターアップアイテムス。はい。1位の人から選べます。もらいます。どれがいいかなって書いてある。そう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 。どれがいいかな。だからまあリルティだから攻撃力上げようとか、リルティだからこそ防御力上げようとか、あとはまあ今回で言うと、まあ、言いたくないけどモーグリポケット一択かな。アイテムスロットが1増える。ああ、よかった、それにした。で多分右上のやつもモーグリポケットだから、まあモーグリポケットじゃない。で右上、右上、右上。あ、そっち右上じゃないのかもしれないけど。でこんな感じで、アーティファクトっていうのをどんどん集めていくと、要は自分のキャラクターがどん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 性能が高くなるっていう仕様になってます。なるほど。まあ真っ暗かな。じゃあどんどんやればどんどん強くなる。ただしこれ重複できないので、例えばだけど2人はもうモーグリポケットは取れないんですよ。そうそう、だから、被らなかったらまあ意味ないよねっていう状態になっちゃうっていう感じですね。なんで被らないダンジョンを狙ったりとか、要はこのアーティファクトがまだ取れてないからここに行こうみたいな感じの方針で進めていくことになるかなと思いますね。なるほどなるほど。うんうん。